どうもヒカキンです。今日はこの豚を使った肉野菜炒めを作っていきます。この時の豚はまだ知らなかった自分たちが肉野菜炒めの一部になるということを。今回は優秀な魔法使いに手伝ってもらって豚を豚肉に変えてもらいました。悪くない腕前ですね。ちなみに超ベテラン魔法使いは杖を使わなくてもちょうどいいサイズの豚肉を出すことができるんだ。待ってました。今回使う人参を運んできてくれるのはウサギさんたち。ウサギさんたちの餌となっている人参の余りを今回は肉野菜炒めに入れていきます。キャベツはたくさん用意してるよ。これだけあれば切るのに失敗しても大丈夫だね。キャベツは渋谷のカリスマ美容師さんたちにカットしてもらいました。もちろん消毒したハサミだから衛生的には大丈夫。カリスマ美容師さんたちの確かな技術でちょうどいいサイズのキャベツが出来上がってるね。あとはフライパンに全部ぶっ込みましょう。これであとは炒めるだけです。魔法が使える人はこうやって肉を爆発させると美味しさが増すよ。大家族の人はこうやって両手を使って一度に大量の肉を爆発させることができるのでおすすめです。豚肉はこれぐらいでかくするのがヒカキン流。やっと完成しました。美味しそうだね。お、なんだこれは。豚が出てきたぞ。スタッフのドッキリがひどすぎる。豚が今度は降りてきた。これを食べなきゃいけないのか。早速食べてみるよ。手で掴めるのが食べやすいね。この黄色いのは何かな。わからないけど美味しいね。皆さんもぜひ作ってみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。